めっちゃ今すれ違ったのに何も思われんのか。侵入成功。ほい。ということで今回もやっていきたいと思います。ってことでめちゃくちゃまた久々の実況なんだけどもあ、このムジュラはね、前回なんだ、カフェイへの手紙をこの三角ポストから投函したっていうところで終わったんかな。今一応ね、なんかこのサブクエみたいな、サブストーリーみたいなのを、攻略を見ながらちょっと進めていきようんやけど、あ、でもあれよね、多分最後、爆弾屋の、そう、爆弾屋の店員さんのサブクエをちょっと見逃したんよね。まあ、それはもうしょうがないとして。もう見逃した気にしょうがないとして、多分口頭で説明したよね。んーで、そっか、1日目が終わったところなんか。1日目のこのサブクエの流れが。で、2日目で、朝の9時から昼の12時ぐらいで、ポストマンが三角ポストから郵便物を回収し、する。これは？え？どこの三角ポストに回収しに来る？ちょっと待って、時間の流れを早くしておこう。でも朝9時までか。結構時間あるな。マジでさ、あ、でも次の、カフェがさ、出入りしよる、家あるやん。あそこの家に、ポストマンが手紙を配達しに来るのが、15時過ぎなんよね。9時12時で、郵便物回収しに来て、15時に配達しに来るってことは、割と距離ある？なんかあれやん、カフェの家の近くにもさ、このポストあるやん。そこではないってことか。それともなんか配達する順番があるんかな？わからん。私は、ここから始まったってことは、ロードが。ここで出したってことよね。この場所でいいんかな？9時12時。9時12時っていうのも結構範囲あるんやけど。おう。2日目突入する？なんなんこの子、オール？オールですか？元気すぎん？元気すぎんっていうか、大丈夫？次の日の朝。はい、2日目。あ、てかあれか。ポストマンの家を貼っとけばいいんか。そういうことよね。ポストマンの家を貼っておけば、ほら、ここも三角ポストやもん。家からついていけばいいってことやろ？ポストマンの家どこ？あれも三角ポストやな。ポスト多。一つの街にポスト多くね？めちゃくちゃ多くね？あれ？ここでゴロン寝よったよね？なんか私の名を語るゴロンが。そう、ここ、ここ。これカフェの家の近くのポストね。雨降ってきたやん。やめてよ。マジポストマンの家どこ？あれ戻ってきとる。あれ戻ってきとる。あ、ここか？あ、ここだな。どっちやっけ？こっちか。あ、これか。これ？違う？ポストハウス。ポストハウスや。朝9時から昼3時まで。くっ。あ、出てきた。出てきた、出てきた。あ、なるほどね。9時から出てくるんか。でもポストハウス9時からって書いてるのに、9時から出てきたらいかんくね。他にも従業員おる感じ。
ただいま仕事中なのだ。話をすると予定が狂うのだ。ごめんなさい。話しよる間も時間過ぎよるっけ。汗。棒回収してんね。回収してんね。で、これで、15時過ぎにカーフェのところにたどり着くと。え、いない。あ、おるんか。私の後ろ。ここ。ここで私が出したんだよ。カーフェへの手紙を。別にあれだな。手紙を回収したからって内容は変わらねえ。もうここから15時過ぎってめちゃくちゃ時間かかるな。まだ10時なんですけど。てかこんなにいっぱいポストあるんやな。早い。え、めっちゃ早くない？ちょ。え、なんか急にスピード上がった？気のせい？あ、ポストハウスに帰ってきた。ん？ポストマンどこ？え、寝てる。え、なんかめっちゃ寝てる。どこ初めて入った？私ここ。今週の集配スケジュール。朝回収、昼配達、夜練習。何練習って？え、練習って何？今週の標語、気を抜くな。おかみと嫁は見ているぞ。ドトール蝶々を咲く。怖っ。あ、これさっきまで身につけとったやつやね。ほら、めっちゃ寝てる。え、何あの時計。でかくて怖いんだけど。これも時計じゃないの？違うの？うん、同じだな。そんなに張り出さなくても。なんか時計めっちゃある？時計じゃないんかな。今日は一通しか手紙がなかったのだ。とても寂しいのだ。でもきっちりお届けするのだ。え、あんなに走り回って集め寄る感じやったのに一通しかなかったん？私が出したやつってこと？もうここ閉めるみたいよ。外に出るわよ。うわ、出てきた。え、でもさ、ここに入れる間はポストマンは寝てるんだな。ねえ。あれってさ、カウンター越しに話しかけたら対応してくれるってこと？寝よるのに。あ、でも、寝よるって言っても、話ができたってことは横になっとっただけなんかな。同じ会話に戻った。今からあれやろ？カフェのところに配達に行くってことやろ？一通だけやったやもんね。びっくりした。見失ったと思った。めっちゃ。とてつもなく見失ったと思ったよ。あ、待って。ちょっと待って。次の段階ちょっと見とこう。カフェに手紙配達しに来るやろ？え、だってさ、いつもさ、私がここでこのベル鳴らしてもさ、なんか、一瞬出てくるけど、全然中入れてくれんやん。で、カフェが手紙を取りに外に出てくると。その間に部屋に入る？ふん。その間に部屋に入るんや。ってことは、私は、向かえばいいんすね。めっちゃ今すれ違ったのに何も思われんのか。侵入成功！イエーイ！こんな感じなんや。え、戻ってきた？怖い。いや、もう怖いのは侵入されとるカフェの方やろうけど。え、なにこの絵。めっちゃキモいんやけど。仮面？あれ、カフェは？ねえ。全然戻ってこんけど。あ、戻ってきたっぽい。手紙受け取るのにめっちゃ時間かかったね。あ、怖い。帰ってきたよ。緑の帽子、緑の服。アンチの手紙にお前のことが書いてある。あ、なるほど。外で手紙を読んでたから時間がかかったってこと？カフェを探してるらしいな。そっか、この時点では自分がカフェとは名乗ってない。
お前秘密守れるか、はいって答えるしかないんだろう。追い出されても嫌やしね。特にこのゲームなんか取り返しつかんなる要素とか結構ありそうやし、また初日からやらんと進めれんなるとか嫌やし。安城はお前を信用した。僕も信用しよう。お、ここで仮面を外してくれた。僕がカーフェイだ。知ってました。違う時間軸でもうすでに自己紹介を受けてました。ね。あんたね、私たちが探してるカーフェイは大人なの。あんたどう見ても子供じゃない。あ、やっぱそうなんや。え、ってことはやっぱコナンくんパターン？私が言いよったコナンくんパターン？やけん、姿を現せれんのやろ。お面をかぶった変な子鬼にこんな姿にさせられたのさ。なんて名前やった？スタルキッドやったっけ？でも隠れてるのはこの姿のせいじゃない。あ、そうなん？マジで？僕はこの姿にされた時、北門の祠に住む大妖精に相談しに行った。その途中、ひょこひょこ歩く笑い顔の男に大切なお面、婚礼の面を盗まれたんだ。あ、え、幸せのお面や？え、窃盗して売り寄る感じ？最低やん。あんた、ドジね。私の相棒みたい。私のことか？結婚式を前にして浮かれてたんだ。その隙を狙われた。婚礼の面ってなんやろ？まあ、字面からして結婚式の時につけるみたいな感じ？あら、そう。お気の毒様。あっさり。アンジが心配しているのは分かってる。でも今はまだ出ていけない。彼女に約束したんだ。婚礼の面を持って絶対迎えに行くって。でも素直に話せばいいんじゃないか？このペンダント、アンジに渡してくれ。ふんふん。ちょ、待って、次の段階がさ。アンジュに思い出のペンダントを渡すのが、あ、この後すぐでも渡せる感じ。16時過ぎから21時までの間になっとるけん。あれ、でも、宿屋は、空いとるんやっけ。ま、いっか、行こうか。思い出のペンダントを預かった。大人の事情はわからないが、とにかくアンジュに届けよう。大人の事情。今話したこと、みんなには内緒だよ。みんなには内緒だよっていうのはさ、全ゼルダの伝説シリーズに出てくる感じ？わからんけど。なんか私の中では、何やったっけ？あれ何やったんかな？神々のトライフォースかなんか？違ったか？スーファミのやつで一番最初に見た記憶があるんよね。父親の持っとったスーファミでやりよったやつ。なんか、魚みたいなのがさ、言わんかった？違ったかな？大切な預かり物だ。団員手帳に書き込んだ。この街で盗まれたものは、大抵マニアに流れる。マニア。マニアって何やっけ？僕はそれを持ってる、待ってるか。それを待ってるんだ。その台に乗って、穴を覗いてみな。あ、穴？この、え？穴？仮面の目ってこと？キモいんだけど。向かい合いたくねえ。ここからマニアの客がチェックできるんだ。へえ。え、待って、怖っ。え？え、どういうこと、どういうこと？マニアの店内が見えるってこと？だ、多分これが店主が座る椅子じゃない？え？この窓なりにマニアがあるってこと？え、怖っ。めっちゃ怖いやん。奴は絶対現れる。その時を待っているのさ。ほう。なんか、店員もおらんかったけど。マニアな。ちょっと仮面かぶって。あれ？ちょっと自分と同じ顔の仮面やのに何も反応してくれん、寂しい。絶対なんか反応してくれると思ったのに。じゃあ、アンジュにペンダント渡してくるわ。あれ？どこ？あ、もうここ扉か。よし。じゃあ、ちょっと私に行ってきます。もしかしてもう入れんかな？あ、シ
信用してくれたけん、もう入れるようになっとる。なるほど、よかった。え、いつもさ、なんか、部屋に入るときにガチャって鍵閉めよるはずやけど、あ、そっか、今私が中から出てきたんやけん、内側から鍵開けて出たってことか。そりゃ、大急ぎで走ってきて鍵かけんかったら開いとるわな。で、どこになるんだろうか、こっち？アンジ、これを。彼に会えましたか？会えた、会えた。あ、スタート押して画面を出してアイテムを選択。オッケーオッケー。ちょっと待って。セットしてなかった。え、右側って私なんかセットしとった？してなかった？あ、手紙を出すときに手紙をセットしとったんかな？どうぞ。あれ？あ、会話中じゃないといかんのか。どうぞ。会話中出さんとただ単にててーんって出しただけみたいになる。カーフェイからです。ありがとうございます。幸せそうな笑顔だ。団員手帳に書き込んだ。幸せそうな笑顔だって書き込まんでよくね。私、待つことにしました。約束しましたから。まあ、とりあえず、私がカーフェイに会えたことはこれで証明されたと思うけん、近くにおることは分かったよね。これでいいんです。彼を信じます。けなげだ。とてもけなげ。びっくりした。めっちゃビビったんやけど、ちょっとやめてよ。邪魔邪魔。わしは忙しいんだよ。忙しいのに突っ立ってんだよな。あれはあれでなんか、別のイベントということになるんかな。そっちも追いたいんですが。ね、めっちゃ追いたいよね。こっちの、ゴーマンさんたちの、サブストーリーみたいなのも、なんか同時進行されよるよね。めっちゃ追いたい。次のイベントが9時半なんよね。てかさ、メインストーリーだけを、なんかこう、粛々とやっていきよった時には全く気づかんかったけど、あれよね。マジで、サブストーリーめっちゃがっつりあるよね。てかメイン進めていきよってこんなにもストーリー、え、キモい仮面。上の。え？ご覧くなったアンジュ。あ、もうすぐイベントの時間になるんかな？多分これで移動した先でイベントがあるってことかな。もう8時やし。ん？外に出てくの？あ、というわけではない。何してんだ？誰かを招き入れる準備？何なんだろうか。あれ？どうした？なんで一瞬あそこに立ったんやろ。あ、上の部屋に上がっていきよる。ゴーマンさんは今ここに泊まっとるってことかな。前回最後に見たのあれよね。あれ。バーみたいな。ミルクバーか。あれ？従業員室、関係者以外立ち入り禁止だって。えー？ん？誰かなんかどこから出てこんかった？今ここが完璧に閉まった音かな？あれ？ねえねえねえ。どうすればいいんだ？あ、これか。なんかね、壁越しに会話を聞くみたいな感じで書いとんよ。なるほど。扉越しじゃなくて、こっちの部屋からってこと？やっぱりボロね。隣から話し声が聞こえるもん。いいね、アンジュ。私たちも夕方には牧場に立つからね。牧場、ロマニー牧場ってこと？何あの不気味なの？何あれ？よくわからん、オブジェが。クリミアも受け入れてくれるさ。あんたの大の親友じゃないか。クリミア？誰だ？出てきたっけ、そんなの。カーフェイは本当にクリミアのところにいるのかしら。そこにカーフェイがいたら母さんがぶん殴ってやるよ。でもね、クリミアのことは分かってはあげ、彼女には支えが必要なんだ。カーフェイや蝶々夫人がね。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。
カフェとアンジュが婚約者同士なんやけど、クリミアっていうのは女の子なんよね。クリミアにカフェの支えが恋がたきということか、もしや。そういうこと？三角関係ですか？それに結婚前に逃げるような男と一緒になったって苦労するだけさ、母さんみたいにね。え、なんだ、父親がなんかあったのか。アンジュ、手紙には必ず戻るって書いてあったわ。戻るってどこにだい。あさっての朝にはこの街は月の下じゃないか。そんな手紙は忘れておしまい。とにかく生き残ろう。それからだよ。まあ、確かにね、この状態で結婚動向を言い寄る場合ではないんよね。死ぬし。うん、母さんありがとう。なるほどね。なんか宝箱あるよ。うわ、銀ルピーを手に入れた。1個で100ルピー、結構嬉しい。やば、泥棒やん。盗み聞きした上に泥棒。やばすぎる。さあ、これでもう会話も盗み聞きできたし。ん？あ、こっちの部屋か。あの二人がおったのは。で、この次が、今10時で、マニアに急がなければ次は。